ヒンクリーポイント原子力発電所は、イギリス、サマセットのブリッジウォーターにある原子力発電所。ブリストル海峡沿いで、パレット川川口から西に 8km の位置にある。発電所は、ヒンクリーポイント A と B に分かれている。これらの発電所は過去は、ブリティッシュエナジーなどが運用を行っていたが、現在は、フランス電力系としての保有となっている。現在は、 ヒンクリーポイント C 原発が建設提案されている。ヒンクリーポイント A 原発は当地に最初に建てられた原発。1965年から運用されている。発電用の原子炉にはマグノックス炉が2機利用されていた。現在は稼働を終了している。西側から発電所を望む発電所の建設はイングリッシュエレクトリック。 バブコックインターナショナル、テイラーウッドローを背景とするコンソーシアムによって行われ、1957年に開始された。原子炉とタービンは、イングリッシュエレクトリックが供給した。発電所は2機のマグノックス炉からなり、オルタネーターセットのタービンに蒸気を供給し、500ムーンの電力の生産が予定されていたが、腐食の懸念があったために、電力生産は221ムーンに抑えられていた。 設計は、コールダーホール原子力発電所で確立された設計に従っており、マグノックス容器の中の天然ウラニウム燃料の炉心が使われ、これが黒塩原則材の中に入れられ、溶接鉱材の圧力容器に封入されていた。炉心は6機の高潮7000馬力ガス循環器で循環される CO2 で冷却され、暖かいガスをダクトを通して炉心から6つのボイラーに移動させた。 ガス循環装置は、主電源の誘導モーターか蒸気が利用可能なときは専用の可変速、ターボルタネーターによって運用された。ガス循環装置の設計圧は185シグで、ガスの温度は排出部で378度であったが、これは高温の CO2 がガス循環装置の難航部品を予想されていたよりもより早く腐食させることが判明したために減らされた。 全てのマグノックス炉と同じく、ヒンクリーポイント A も、不可児の燃料補給を考えて設計され、排出される燃焼後の燃料は、原子炉の停止なしで新しいものに置き換えられた。1963年8月、1号機で原子炉に燃料を入れない状態での、高温運転試験中、単弾軸流ガス循環装置でからの騒音による問題が起こった。 これは5マイル離れても聞くことができ、署内で働く人員は耳栓を着用しなければ、ならなかった。原因不明の質量流量と、第3、第5ガス循環装置のモーター駆動電流の低下後、高温運転手券は停止され、ガス循環装置が解放された。第3、第5ガス循環器の羽とディフューザー部に、深刻な機械的損傷が発生した。 ディフューザーの大半は破壊されており、外部テーパリングシェルと中心軸コーンに広範な疲労亀裂が見つかった。ディフューザーケーシングの大部分はガス循環器の羽に組まれており、衝撃によってひどく損傷し、大量の破片がガスダクトを通って下部に落ちた。個々のガス循環装置を整えるための入り口案内翼は後半に損傷が確認され、 ローターブレードと出口案内翼も衝撃や疲労による損傷がかなり見られた。また、多数のナットやボルトが振動によって緩んでいた。その後の調査によって入口案内翼とローターブレードの相互作用によってノイズが起こったと判断された。このノイズによって生成された音圧レベルはガス循環装置の部品の急速な疲労破壊を 起こすのに十分に高く、ガス循環装置と関連部品の大規模な再設計が必要とされた。ガス循環装置の空気取り入れ口の入り口案内翼は廃棄され、ガスの流れを整えるための整流器が導入された。再設計を行うために、強振や音圧レベルでの多くの先進的、実験的な研究の試みは、イングリッシュエレクトリックのガスタービン部門と、 原子力部門の工場が行い、テスト中のガス回路の圧力と温圧レベルを計測する装置が開発された。この遅延によってコンソーシアムは深刻な財政難になり、建設予定を押し戻し、発電は予定より2年遅れの1965年に始まった。原子力施設検査局の定期安全評価の後に補強を行うため、 2基の原子炉は両方とも1999年4月に停止した。2号炉は1999年9月に運転を再開したが、1999年12月3日に新しく判明した原子炉圧力容器の材料特性の不確実性から再び停止させられた。これらの問題を是正するためのコストのため、200年5月23日に、 ヒンクリーポイント A 原子力発電所の運用停止が発表された。ヒンクリーポイント A は英国で建設された11個のマグノックス炉の発電所の一つであり、1959年から1971年まで運用された。35年間の運用で 103TWH の電力を生産し、設計寿命のよりも34%長く運用された。 ヒンクリーポイント B 原発は当地に追加して建てられた原発。1976年から現在まで運用されている。発電用の原子炉には改良がガス冷却炉が2基利用されているヒンクリーポイント B 原発ヒンクリーポイント B 原発の看板建設は原子力グループとして知られるコンソーシアムによって行われ、1967年に開始された。原子炉は t n p g タービンはゼネラルエレクトリックカンパニーが供給した。ヒンクリーポイント B 原子力発電所は改良型ガス冷却炉であり、発電容量は1250ムーであった。1971年3月、コンクリートの圧力容器の断熱に関わる問題のため完成が6ヶ月遅延すると公表された。以前のマグノックス炉で使用されていたステンレスコーの メッシュとホイール絶縁の代わりに繊維タイプの断熱材が初めて使われていた。核燃料を挿入する前の試験運用では、高レベルのガス回路で音響振動が発見され、断熱タイルに損傷を与え、原子炉内の断熱材保持板の再設計と変更が行われた試験運用の間、燃料チャンネルの開口器で激しい振動が発見された。 燃料チャネル開口機は燃料を使い切った際に、チャネルガスの出口温度を維持するために、燃料チャネルを通るガスの流れを制限するために徐々に、閉じるバルブである開口機の振動を止めるために、流体的に発生するバイアス力を生成するための修正には設計、試験、実装のため時間がかかり、計画開始を遅らせた。このような経過を経て1976年2月に、 発電を開始した。1989年、英国の電力供給産業民営化で、公的所有は保たれたものの、ニュークリアエレクトリックに引き継がれた。1996年には、ニュークリアエレクトリックとスコッティッシュニュークリアの資産で、ある原子炉は、ブリティッシュエナジーの一部として民営化された。2006年には、他の原子炉で発見されていた。 微小血管試験のために原子炉は停止された。これは蒸気を紛失する大きな穴であることがメディアに示唆されたが、このような場合、圧力の損失によって損傷を防ぐため自動的なシャットダウンにつながる。運用年数が長くなっているため、2006年8月16日、会社は最大負荷の70%の出力で運用年数を伸ばすかどうかをめぐる決定が、 行われたと通告した。両方の原子炉は、その後最大出力の70%である420メガワットの発電量で再起動した。4号機は2007年5月11日に、原子力施設検査局の再開をクリアした。原子炉の停止は2023年に予定されている。2010年10月18日、イギリスは現在老朽化の進むヒンクリーポイントを、 原子力発電所拡張に適した8カ所の一つに選び2011年10月31日に EDF は国土計画委員会への開発同意を求める申請書を提出した。抗議グループストップヒンクリーはヒンクリーポイント B 原発の閉鎖とヒンクリーポイントでのさらなる開発の抗議キャンペーンを行っている。中央電力発電委員会の1980年代の 初期の提案では、サイズウェル原子力発電所の姉妹発電所として、同型の加圧水型原子炉の利用が提案されていた。この提案は、校長会後、1990年に建設許可を得たが、1990年代初期に、電力産業が民営化され、低い工程部合の政府予算が利用不可能となったため、非経済的として却下された。2008年英国政府は、 新しい原子力発電所の建設にサインを出した。この原発と新規に建てられるサイズウェルシーの導入によって2020年代の英国の電力の13%が生産される可能性がある。2004年11月まで EDF は政府系企業であったが現在は民法の下の有限責任法人となっている。フランス政府は2007年度末にも85%の 株式を保有しているものの2005年11月にユーロネクストパリに EDF の株式公開を行っている。フランス保有の EDF は2009年2月に124億ポンドでブリティッシュエナジーを購入を完了し EDF エナジー原子力発電とした。この取引はセントリカとの合弁企業の一部でありセントリカは20%の株式を保有しており 英国の新しい原子力建設計画に参加するオプションを持っていた。2008年9月、発電所の新しい所有者となった EDF は A、B 発電所に次ぐ、第3期の発電所として2期の欧州加圧水型炉の原発をヒンクリーポイントに建設する計画を公表した。なお、A 原発はすでに停止しており、B 原発は2016年に停止が予定されているが、 運用は延長される可能性が高い。2012年11月26日、原子力規制局は原子力発電所のライセンスを EDF エネルギーの子会社である NNB 発電車に与えたと公表した。これによって、ヒンクリーポイント C 原発は1987年のサイズウェルビー原子力発電所以来、初めてライセンスが与えられた原子力発電所となった。 英国政府と環境省からの許可はまだ保留されている。EDF は、アレバの欧州加圧水型炉を計画しており、出力は1600ムーを予定している。導入が見込まれる欧州加圧水型炉の最初の発電所は現在フィンランドのオルキルオと原子力発電所やフランスのフラマンビル原子力発電所で建設中であり、これらの原子炉は、フランスの原子力ルネサンスを導くことが、 見込まれているが、建設は、遅延を重ねており、予算超過も発生している。その他にも2基の欧州加圧水型炉の原子力発電所が、中国の大山原子力発電所で計画されている。欧州加圧水型炉の設計では5%、濃縮ウラン酸化物燃料を利用可能であり、また50、50%のウランプルトニウム混合酸化物燃料も必要に、 応じて利用可能である。ストップヒンクリーと称する抗議活動家グループは、ヒンクリーポイント B 原発の閉鎖とヒンクリーポイント、原発の拡張、また、ブリストル海峡やセバーン川、川口行近郊での新たな原発建設に抗議するキャンペーンを行っている。グループは新世代の発電所が最終処分場が見つかるまで、核廃棄物を同じ車内に貯蔵することで、 最終処分場が見つかるまでの期間が分からず、何十年もかかる可能性があることを懸念している。2008年9月24日、EDF がブリティッシュエネルギーの買収を提案した際には、新規原子力発電所に関するすべての計画に反対するプレスリリースを発表したが、同時に地元の反対が満場一致でないことも認めた。2011年10月、 200人以上の反対派が現場を封鎖した。ストップニューニュークリアアライアンスの一部である数人の反原子力グループメンバーが EDF エネルギーの2基の原子炉による原発更新計画に抗議してアクセスを阻害した。2012年反対派が計画提案地である放棄された農場でキャンプを行った。 彼らは西部サマセット議会が EDF エネルギーに計画許可が与えられる前の準備作業のための合イ員を与えたことに起こっているとしており、おおよそ7人の抗議活動家は自然保護がこの提案によって危険にさらされていると主張した。2012年3月10日、福島第一原子力発電所事故1周年記念で100人の反原子力活動家が ヒンクリーポイント周辺で新原発に反対の意を表明するためにシンボル的な輪を作り連立政権に対して英国の計画する他の7つの新しい原発計画も放棄するようにと呼びかけた。この活動家がヒンクリーポイントの入り口を塞ぐ人間の鎖は24時間にわたって続けられた。以下は当原発からセラフィールドへの放射性、廃棄物輸送の画像である。 ありがとうございます。